このステップはですね、ストーキングウォーク、そしてフリック&ブレイクというステップですね。まあ、英語で言うときはストーキングウォークス、フリックス&ブレイクというふうに何回かするので複数形になっていますが、長いステップですけど、内容は簡単です。立体的に見えるように斜めの線でいきますが、まず普通のこのリンクの2本をしたら、タッチ乗る、タッチ乗る、タッチ乗るというのをしますね。足を戻してもまあ大丈夫なので、もう一回一回戻してもいいですね。進行しないような感じで。でこれが、ストーキングウォークなんですね。ストーキングウォークは何かというと、ストーキングのストークは、ストーカーのストークですからね、ストーカーはもう十何年前から。社会問題になっていますが、要するに忍び寄るということですね。ストーカーということは忍び寄る男性女性のね、もう犯罪でございますけどもね。でつまり忍び足ということなんですが、単語なんかでね、もう単語なんかでピッてやってこう、ね、こういう単語の方が忍び足っぽいステップありますが、ジャイブは何せ陽気なので、ね、これが忍び、ジャイブ的な忍び足なんですね。このね、弾むような元気な忍び足ね。まあとにかく名前はそういうふうに忍び足、ね。そしてそれを3回します。つまり足踏みをしたら1回、2回ね。で少しこういうふうにスウェーをつけてしまうね。でこれは3回で終わり。そしたら今度は、フリックをしますが、フリックというのはキックのことですね。今斜めにしてたのでこうやってね。キックのことですから、ね、フリックはキックをシュッとちょっとこじんまりした感じでするので、1回、2回ね、プロムナードポジション、そしてカウンタープロムナードポジションになってキックを4回します。さっきの忍び足は3回ね、キックは4回、そしたら PP で出てブレイク、これは休憩です。フリーズと思いますね。で、1、2、3と4というふうにね、カウントがちょっと複雑なので初めての人は戸惑うかもしれませんが、本当だったら、たったたってね、本当だったらっておかしいですけども、普通の状態だと、例えば、たったたというシャッセをする要領で足を出すんですが、最初の部分で長く止まってるわけですね。言ってみれば、今の普通だと、1と2となるところを、1、2、3と4というふうに、1の後のと、3まで引っ張ってするんですね。で、シャッセで進むというのは同じ場所なので、1、2、3と4と進むんではなくて、1、2、3と4というふうにね、同じ場所でしますね。もう一回やってみますと、今度こっちでやってみようかな。いつものロックをしたら、ポイントは3回、忍び足。3回、そしてキックを4回。そして止まる、凍結したように止まる、1、2、3と4、これが、名前が長くていつも大変ですね、言うのはストーキングウォーク、フリックスイントゥブレイク、フリックスアンドブレイクですね、フリックスイントゥブレイクというふうに前は言ったんですけども、複数形とかいい加減だな、ストーキングウォークス、フリックスアンドブレイク、
前はフリックス、大昔はね、フリックス、イントゥブレイク、まあ、キックをして、ブレイクに突入という意味なんで、ほとんど一緒なんですけどね、動作をあの名前に書いた通りのね、足型でございます。クイック、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 クイ